そうです、人参です。はい、人参美味しく食べました。ではこれは何ですか？そうです、さつまいもです。そうです、さつまいもです。はい、さつまいもも美味しく食べました。ではこれはリンゴ。そうです、リンゴです。はい、リンゴも美味しく食べました。今日用意したおやつは人参、さつまいも、リンゴ、この3種類のおやつを用意いたしました。その前にですね、私の声聞こえますか？はい、大丈夫ですか？はい、ではですね、早速この子紹介したいと思います。この子の名前はアッサと言います。アッサ、年は6歳。人間でいうと大体40歳ぐらいですかね。40歳ぐらいですかね。で、男の子か女の子か、性別、性別は女の子です。メスです、メス。ではここで私の方から皆さんに質問をしたいと思います。このカキパラ何の仲間でしょうか？何の仲間？はい、ネズミ。正解です。そうです、ネズミの仲間なんですね。ネズミといいましても、世界中にたくさんの種類のネズミがいますけども、世界で一番大きいネズミがこのカキパラなんですね。で、先ほど女の子だよ、メスだよと紹介しましたので、あまり体重言いたくないんですけども、言っちゃいます。40キロもあります。40キロ。で、ネズミというとこう尻尾が長いっていうイメージがありますよね。実は鬼天竺ネズミと言いまして、尻尾がないんです。天竺ネズミって聞いたことありますか？あまりない。モルモット、モルモット聞いたことあるでしょ。モルモットを天竺ネズミって言うんですね。で、モルモットと同じように尻尾がないんです。では本当に尻尾があるかないか皆さんに確認してもらいます。どうやって確認してもらうかというと、皆さんにお尻を向けんですね。どうやってお尻を向けるか、おやつでするんですね。いいですか？はい。どうですか、お尻向いてくれますかね、打ち合わせ通り。どうですか、尻尾ありますか？本当だ、尻尾ないね。尻尾ないですね、尻尾がないんです。それとですね、ネズミの仲間の特徴、もう一つあるんですけども、前歯。前歯が一生伸び続けるんですね。で、一生伸び続けると、上の歯と下の歯がクロスしてしまいまして、物を食べることできませんよね。じゃあどうするかというと、こういう岩だとか、木の株だとか、そういったところで歯をガリガリ削って、そして上の歯と下の歯をうまく調節してんですね。ではその歯をですね、ちょっと見てみましょう。どうやって見るか、やはりおやつで釣るんですね。いいですか、見ててくださいよ。はい。見えましたか？見えました？ここね、もっともっとね、歓声がね、上がるところなんですね。ではね、もう一度ね、見てみましょう。いいですか？はい、どうですか、見えましたか？見えました？見えました？もっともっとここね、歓声が上がるところなんですね。ではね、もう一回見てみましょう。いいですか？いいですか、見ててくださいよ。はい、見えた。はい、見えました。この歯がね、一生伸び続けるんですね。ずいぶんね、鋭い頑丈な歯してましたよね。この歯でね、ガブとやられますと、私の指1本や2本なくなってしまいます。なくなってしまうので、おやつもこうやって長く切ってるわけですね。長く切ってても、こう先っぽの方を持ってどうぞってやると、長く切った意味ないですね。私の指と人参一緒に食べられちゃいます。ですから根元の方を持って、はい、どうぞと指を食べられないように上手に上げてるわけです。こういう小さいやつどうぞってやると、私の指とさつまいも一緒に食べられてしまうので、ここ置いときます。ではですね、カキパラの特徴、もう一つ特徴があるんですけども、この前足をちょっと見てください。なんか水かきがあるの分かりますか？水かきがあるということは何が得意でしょうか？泳ぐこと。正解です。そうなんです、泳ぐことがとても上手なんですね。で、水の中で、野生では大半が水の中で生活しています。で、水の中でおしっこもしてみたり、うんちもしてみたり、喧嘩もしてみたり、交尾もしてみたり、
いろんなことします。ではですね、水の中ちょっと覗いてみてください。茶色っぽいものが浮いてるの分かりますか？見える？あれ何だと思いますか？うんち。そうです、正解です。うんちなんですね。水の中でうんちするんです。で、寒い寒い真冬でも水の中に入っておしっこやうんちします。それと水の中に浸かってるんですけども、体だけは水の中に浸かっていて、耳、目、鼻は外に出てるんですね。なぜ外に出てるかちょっと見てください。耳、目、鼻、だいたいこう直線になってるでしょ。ね、直線になってることで水に浸かっていても外のものが聞こえて、外のものが見えて、そして息ができる、そのようになってるわけですね。で、これからですね、ちょっと難しいお話になってしまうんですけども、野生ではどういうところに住んでるかと言いますと、南アメリカ大陸っていって大きい大きい大陸があるんですね。そこのパナマからアルゼンチンにかけての水があるところ、水辺でだいたい10頭ぐらいの群れで生活しています。で、群れの構成というのはお父さん、お母さん、そして子供たちの10頭ぐらいの群れで生活してるんですね。で、今群れで生活してるよとお話ししましたけども、横浜動物園ズーラシアではこの朝1頭しかいませんね。実はこのお部屋の中にこの朝より1つ年下のキズナというオスがいるんです。いるんですけどもね、それがね、大変仲が悪いんですね。でも少しずつ最近仲良くなってきました。で、もっともっと仲良くなってもらって、で、結婚してもらって、そして最終的には子供ができたらいいななんて私一人で夢を描いてるわけですけども、こんな話してる間、もうおやつ一つしかなくなってしまいました。最後のおやつあげてみます。はい、最後のおやつも食べてくれました。でね、まだちょうだいちょうだいっていう顔しますよね。してんでしょ？してますね。してるけどもうあげません。これはおやつです。夕方お部屋に帰ってきた時に夕ご飯をお腹いっぱい食べさせます。で、おやつも全部食べてしまったので、ここら辺で私のお話おしまいにしたいと思うんですけども、今日ね、一日横浜動物園ズーラシアでね、楽しんでてくださいね。で、この子すごく私に慣れてるみたいでしょ。慣れてるみたいだけども、実はね、私に慣れてるわけじゃなくて、この時間になるとおやつがもらえるって分かってるんですね。で、おやつもらえるから私のそばに近づいてくるんですけども、もうもらえないと分かるとさっさと私の元から離れていきます。どうですか、離れてます？そばにまだいますか？そばにいる？ちょっとだけ離れた。この子ね、目と目を合わせるとね、またね、何くれるのってそばに来ちゃうんで、目と目合わせません。でね、全部おやつ食べてしまったので、ここら辺で本当に私のお話おしまいにしたいと思います。今日横浜動物園ズーラシアで楽しんでってください。どうもありがとうございました。まだそばにいる？諦めたみたい。どうしてる？しまいだって。少しずつ諦めたみたいだね。かわいい。